皆さんこんばんは。今日は私からのドッキリなんですけど、事務所のスタッフさんにも協力してもらって、ちょっといつもより壮大なドッキリを仕掛けていこうかなと思います。いつもね、私からドッキリかけるんですけど、ちょっとねルイスも察してきてるというか、私から何か言われたらもしかしたらドッキリかなって思ってるかもしれないんですけど、まあ今回ね第三者からドッキリ仕掛けてもらうんで、まあルイスはまさかドッキリだと思わないと思うので、素のね反応が取れるんじゃないかなと思って楽しみにしております。ということで本日行っていくドッキリは、英国紳士なルイスは間違い電話にどこまで付き合ってくれるの、ドッキリです。なんか私先日ですね、間違い電話がかかってきて、出たらもう全く知らない人で、まあ、最初はなんかお店の人かなとか思ったんですけども、普通に一般の方で、なんかまあ普通に間違い電話かかってきたっていうのがあったんですね。そこからちょっと発想を得まして、もし全く知らない番号から電話がかかってきて、でその相手の女性がめちゃくちゃ人違い、勘違いしてて、もうその電話番号が合ってると思い込んでて、電話をね何回もかけてきたら、ルイスはどういう反応するのかっていうのを見ていこうかなと思います。今回ね事務所のスタッフさんにかけてもらうんですけど、まあ、あの設定としては、まあ、酔っ払った女性がルイスに勘違いして電話をかけてくるっていう設定になっております。私の予想としては、まあ、相手にしないんじゃないかなと思ってはいるんですけど、でもやっぱ優しいルイスなんで、少しぐらいねちょっとその女性のことを心配したりとか、ちゃんと人違いだよとか電話番号違うよっていう風にね言うんじゃないかなと思いますね。ちょっとどうなるかわかんないんですけど、ルイスが帰ってきた頃に事務所のスタッフさんにねちょっと電話をしてもらうので、早速やっていこうと思います。リセタルイスです。もしもし、タケルじゃありません。ルイスです。タケルじゃありません。すいません、ちょっと分かりません。すいません。何？ I don't know, someone just phoned me. I don't know who. Who is it? わからない。電話番号わからない。タケル。ん？They thought every someone could タケル。間違いでも。そう。そうだ。そう。なんか酔っ払いそう。本当？うん。酔っ払いそう。女の人？うん。マジで？うん。ごめんね。なんか。なんで出たの？I thought you were trying to do another like sang in Portland。ん？でも、ごめんね。びっくりしたね。結構びっくりした。タケルは誰？タケル。タケルだと思われてる。でもタケル、ルイスは知ってない。わからない。うん。質問だけ。マジでまたかかってきた。スピーカーにしてスピーカー。オッケーオッケー。もしもし。もしもし。ね、なんで切ったの？すみません、間違えたと思います。間違えた？はい。あ、ルイスでタケルじゃありません。ルイス誰？で、ルイスです。いやいや、いいよ、そういう冗談は言わなくていいからさ。日本人なんだから日本わかるでしょ。外国人です、私。日本人じゃないです。ほんと私が外国人だよね。めちゃ上手くない？どうした？でも本当に外国人です。ルイスです。イギリス人です。今さ、何してんの？I'm sitting with my wife. もう一人ですか？なんか他の友達と話したらどうですか？いやだから友達のタケルに電話してんのよ、今一人で飲んでるから。でも私はタケルじゃないです。すいません。タケルなのよ。タケルじゃないです。私は妻と一緒にリラックスしてる。私はタケルじゃないです。はい、結婚してます。ルイスです。結婚してます。ルイスはいいんだけどさ、結婚
No, I'm Lewis. I'm married to Rise. English, 日本語わかりません。English only, English only. なんか、本当にちょっとわかりません。すみません。ちなみに誰ですか？ミカさんって誰ですか？本当にわからないです。何かそういう何設定で外国人みたいな設定でやってる？外国人です。私。どうやってこの電話番号を見つかりましたか？でも、たけるじゃないです。なんか違うと思います。間違えたと思います。何飲んでますか？今。何飲んでるか？はい、ビール。ビール？うん。結構飲みましたか？結構飲んだ。酔ってるかも、ちょっと。なんか他の友達と電話する方がいいと思います。タケルは彼氏ですか？うん。これしないよ。何言ってんの？本当にタケル会ったことないです。誰ですか？本当にわからないです。本当にわからないです。タケルは今私が電話してる。あ、私じゃないで、本当に私じゃないです。すいませんですが、間違えてしまいました。そう、今、隣にいます。はい。やばいじゃん、おっさんいたの知らなかった。なんで教えてくれなかった？こいつとかやったの？こいつ誰の？ミクさん？わからない。ミクさんですね。ミクじゃないよ、ミカだよ。あ、ミカ。あ、違う。本当に誰？本当にわからない。ミカさん誰？じゃあなんで電話番号知ってるの？なんでこの電話番号知ってますか？タケルじゃないです。私、本当にまた。タケルじゃないです。え、何？タケル修羅場？奥さんに来られてんの？え、こいつ誰なの？タケルって誰？タケルなの？タケルじゃない。外国人です。タケルじゃない。外国人のルイスです。じゃあ、誰これ？今、タケルはルイスですか？ルイスです。なんで女性と話してんの？切ればいいじゃん。ごめん。女性も何してんの？ごめん。ごめん。すみません、お疲れ様です。ミカ知ってる？お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。本当にすみません、突然お電話しちゃって。すみません、お忙しいお時間。いや、全然、こちらこそはいつもお世話になっております。はい、お世話になっております。何うん、ビットスターのスタッフさんです。ああ、嘘でしょ？嘘。なんか恥ずかしい。なんか誰と思った。やばい。今日ね、ルイスに間違い電話がかかってきたらっていうドッキリでちょっと協力していただきました。ありがとうございます。ミカさん、ありがとうございます。ミカさんじゃないです。ミカさんじゃないです。いや、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。またお願いします。はい。何？ちょっと待って、きつい。こっち笑い耐えるの大変だったからね。見てください、あっち。無理。やばい。I thought you were so thinking I was like cheating on you or something. そうじゃないの？やばかったよ、これ。もし彼実際かかってきてたら、もうマジ浮気の修羅場だったり。違う。
First time, I might answer because I know who it is. Yeah. Second time, I'm probably not going to answer because I probably they got wrong. They're going to make a mistake. But you did. So. Because of me. So, Lisa-chan, you're here, so I think it's fine. Yeah. びっくりした. So. Why didn't you hang out? I think like, I wanted to try and understand what her connection was to me. Because it seemed like she really knew who I was. You know? Like, it's first time to involve like, her like, Jimisho staff. So. Like, you need to tell her that it's a wrong number, otherwise she's gonna call you again. Did I not? 違う。間違えた。なんかこれがもし現実だったらかなりやばい修羅場になったんじゃないかなと思いますけど、ルイスがねちゃんと奥さんいますって言ってくれたから大丈夫だったかなと思うんですけど、相手をねちゃんと説得しきれてなかった。え、でも本当に私はタケルじゃない、私はルイスです、イギリス人のルイスです。分かんなかった。でもタケルだって信じられてたよ最後まで。顔真っ赤っかだったもんね。そう、赤いんだよ。隣見てたらさ、ルイスめっちゃ顔真っ赤にして、ルイスですルイスですって言ってるからさ、もう笑い止まんなかったけど、私はさ、仕掛け人としてキレる演技をしなきゃいけないのに、ちょっとルイスが必死すぎて笑ってしまいました。面白かった。え、Did you enjoy the call with the woman? そんなことない、そんなこと。このドッキリ、面白かった。電話、楽しくなかった。皆さんもね、あの間違い電話には気をつけてください。危ない電話の場合もあるのでね、あの気軽に出ないように気をつけてください。気をつけてくださいね。じゃあこの動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。事務所のスタッフさんありがとうございました。ありがとうございます。バイ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 。ルイス、Hello. 今日のルイスイングリッシュは Today's English is flustered. 意味は慌てる。 You can use like I was all flustered on that call. なるほど。みんな使いましょう。Flustered.